皆様、ま、こんにちは。シュスコで NG ファイアール製品を担当している中村と申します。できる10分くらい設定シリーズ。今回は FDM でリモートアクセス VPN の簡単セット発行方法について紹介させていただきます。利用シーンといたしましては、FDM 管理の NG ファイアブルを利用中のお客様において、リモートアクセス VPN をサクッと有効化、利用したいというですね、ケースを想定しております。 なお4点、事前に用意していただきたいことございます。まず、FDM 管理の NGFireWall、FTD ですね。バージョンは6.6以降の利用を推奨しております。また、FTD でリモートアクセス VPN ライセンスが有効化済みである必要がございます。また、AnyConnect ヘッドエンドデポリメントパッケージを事前にダウンロードしておいてください。また、AnyConnect 接続試験端末の事前準備をご推奨いたします。今回は Windows 端末を利用させていただきます。 FTT でリモートアクセス VPN ライセンスが有効かどうかはデバイス概要のスマートライセンス設定のところからですね RAVPN ライセンスが有効になっていれば問題ございませんまた AnyConnect ヘッドエンドデプロイメントパッケージは弊社のソフトウェアダウンロードのページからですね n o s のパッケージをダウンロードすることができます今回の場合は Windows 端末で試験をいたしますのでデプロイメントパッケージの Windows 版をダウンロードしておきます 拡張子はドットパッケージとなりますでは、早速ですが、FTD の設定から見ていこうと思います。まず、リモートアクセス VPN 接続プロファイルの設定をした後、ローカルユーザーの設定も行います。ではですね、実際の FirePower i バイスマネージャーでの設定の方法について見ておこうと思います。まず、リモートアクセス VPN の設定をです、ね、クリックしていただきまして、リモートアクセス VPN 接続プロファイル。 開示されますので、この作成ボタンをクリックいたします。まずですね、接続とクライアント設定の画面が出てきますので、プロファイル名は適当で大丈夫です。今回は FTDA New Connect と入れておきます。次に、アイデンティティソースですね。認証タイプは今回は AAA のみのですね、プライマリーアイデンティティソースはローカルアイデンティティソースというのを選ぼうと思います。 こちらを選んでいただくことによって、ローカルユーザー認証っていうのが可能となります。またですね、ニーコナクト接続端末にですね、割り当てる IP アドレスのプール、もしくは DHP サーバーの指定が必要になってきます。今回は IP アドレスプールも選択しようと思います。プラスボタンをクリックいたしまして、でプールを作ってない場合については、ネットワークのシンク作成ボタンをクリックします。で、適当な 名前を設定いたしまして、えー、今回はですね。はい。あの、ローカルネットワークのですね、ドット101から120までの範囲をにニーコネクト端末に自動に割り当てる設定にしようと思います。確認してから OK を押しますと、 自動でプール名がこちら出てきますので、OK を押しますと、こんな形で設定完了になります。はい、そして、次を、A を押します。次は、リモートユーザーエクスペリエンスです。あの、接続時のですね、ネコック端末の細かい制御、設定をすることができるのですが、今回はデフォルトのまま、次を押そうと思います。次は、グローバル設定になります。 まず、デバイスアンテンティティ証明書についてはですね、システムでデフォルトで内部に持っている証明書、デフォルトインターナルサーティフィケートというのがございますので、今回はこちらを利用しようと思います。また、外部インターフェースというのはですね、インターネット側に接続しているインターフェースのことになります。今回はアウトサイドを選びます。次はですね、NAT 免除設定です。 通常ですね、インターネットファイアウォールとして FTD を利用している場合については、NAT や p a ドをですね使っているのではないかなと思います。そういったですね、n a t p a ド設定がございますと、リモートアクセス VPN のクライアントが接続してくるときに、その NAT 設定が悪そうしてしまうことがあります。そのため、リモートアクセス VPN のクライアントにはですね、NAT を免除する というですね、設定をすることによって、NAT 設定との競合を開始することができます。そのための設定がこの NAT 免除となります。今回はこの NAT 免除を使ってみようと思います。内部インターフェースはインサイドを。内部ネットワークは192168.0.0、空16、こちらを指定いたします。そして最後、ニコルメットパッケージです。Windows 端末、 とかですね、Mac 端末にですね、割り当てるニーコネクトパッケージをアップロードします。今回は Windows を使いますので、パッケージから Windows をクリックしまして、あらかじめダウンロードしたパッケージファイズをですね、選択いたします。で、次へを押しますと、全体のですね、サマリー画面出てきますので、2の設定になっていることを確認してください。 またですね、こちらの手順っていうのをクリックいたしますと、あの、ユーザーの方、あの、Windows とか MacOS 端末の方向けのですね、日本語の手順もですね、確認やコピーすることができますので、こちらをコピーしといてですね、ユーザーの方にお渡しして、これを参照してですね、NinConnect をアクセスしてくださいって指示することもできます。問題ないことを確認したら、終了をクリックいたします。 もう一つ設定していただきたいことがあります。VPN 接続プロファイルを設定した後にですね、オブジェクトからこちらのユーザーっていうのをクリックすることによってですね、エニーコネクト端末のユーザー名やパスワードを設定することができます。今回はですね、中村のパスワードはシスコ123 ドマークにししてみようとと思いますで、OK、を押しますすを以上で VPN の設定完了となりますなおあの、この設定だけですとです、ね、FTD デバイスに設定適用されてませんので、その後です、ね、このデプロイボタンを押していただいてです、ね、今設定した内容っていうのを FTD に展開するようにしてください。 では、動作確認です。まず、Windows 端末からのエニコネクトの接続試験を実施した後、必要に応じて、エニコネクト端末通信の FTD 側のアクセス許可を行う必要が出てきます。こちらを一緒に確認していこうと思います。こちらは Windows 端末から FTD のアウトサイドインターフェースにアクセスしたときの最初の画面になります。まず、プライバルシーエラー出てしまいますので、詳細設定から。 安全ではありませんというところをクリックしますと、このような形で設定したですね FTDN コネクトのグループにアクセスすることができます。これで,ですねローカルユーザーに登録したですねユーザー名とですねパスワードを入れてあげます。はい、で接続いたしますと、N コネクトのですねソフトウェアダウンロード可能になりますので、こちらをダウンロードしていただきまして。 えー、どんどんインストールしてしまいます。はい、インストールできました。で、ウィンストールが終わりますとですね、えー、ウィンコネクタ。えー アプリケーション、えー、追加されてますので、えー、こちらを起動いたしまして、はいえー、ここでですね、えー、FTD のアウトサイド側のインターフェースの IP アドレスですね、を入れてあげます。はい、で、えー、仮にですね、あの、アイデンティティ サーティフィケートをですね、インターナル、内部のを使っている場合については、まず、あのよく知られていない証明書なので、アントラスティルサーバーブロックズというです、ね、エラーが出してしまいます。まあ、ですので、このエラーが出てしまった場合についてはですね、o n コネクトの設定をクリックしていただきまして、こちらですね、ブロックコネクションズというアントラスティルサーバーズというですね、こちらをチェックを外していただければ、こちらのエラーを出ないようにすることができます。 また、コネクトしていただきますと、今度はですね、画面変わりましたね。もうちょっと、あの、証明書信用できないんだけど、繋いでいいのっていう警告レベルに変わっておりまして、コネクト Anyway というボタンをクリックしていただきますと、接続のユーザー名、パスワード入力画面が出てきますので、ここでまた同じパスワードとユーザー名ですね、を入れてあげれば、接続することができます。 仮にですね、接続を正常にできますと、例えばの i p コンフィグで打っていただきますと、設定した ip アドレスがですね、このような形で端末に割り振られていることが確認することができます。そしてそのままですね、社内のですね、何らかの端末やサーバーにですね、ピンが飛ぶかどうか確認してみようと思います。今回は192168.0.1 にアクセスできるか確認してみますはいアクセスできませんね。はい。ちょっとこちらですね、あの想定通りの結果になります。で仮にですねアクセスができない場合にはです、ね、2つ可能性があります。まず1つ目が対象のですね IP アドレスが存在しない可能性があること。 もう一つはですね、NG Firebolt のアクセスコントロールポリシーの設定で、この Ping 通信が止められている可能性があることです。今回はですね、NG Firebolt のアクセスリストがですね、この通信止めてしまってますので、アクセスリストの許可っていうのも合わせてしてみようと思います。 FTDM の設定画面に戻りまして、ポリシーからですね、アクセス制御をクリックしていただきますと、どんなアクセス制御ルールが今適用されているのか確認することができます。こちらのような場合ですと、インサイドからですね、アウトサイドの通信というのは全て信頼で許可されているんですが、それぞれの通信はブロックされてしまっていることがわかります。ですので、今回の場合についてはですね、ニーコネクトの通信というのをですね、許可してあげようと思います。 ゾーンとしてはですね、まずアウトサイドからですね、宛先はインサイド、内部ゾーンですね。ネットワークとしてはですね、ユニコネクトのプールの範囲、こちらを許可してあげます。宛先の場合はですね、あのまあ、このまますべて許可でもいいかもしれませんですし、もしくはあのプライベートの1金値時刻8.0.0のセグメント宛のアクセスっていうのを許可してあげる。 はですね、に設定をしてくださいまた、ロギングで,です、ね、接続の開始時と収録時のです、ね、ログを残すように今回は設定して OK を押します。はい、で設定後です、ね、こちらのデプロイからまたあのアクセスコントロールポリシーのデプロイ 適用っていうのを行いますまた Windows の画面で折り回して、えー、またですね HGN168.0.1、えー、宛の Ping 試験を実施していますはい、えー、問題ございませんね、えー、今回ですねアクセスコントロールポリシー で許可されているので通信ができることを確認できました。まあ逆に言いますと、あのネコネクト端末の通信自体はですね、アクセスコントロールポリシーを使ってあのさまざまな制御をすることができます。はい、おめでとうございます。これでネコネクト端末のですね、リモートアクセス VP の設定は完了となります。Thank you。ご視聴ありがとうございました。 今後もですね、カスタマーサクセスチャンネルで、えー、皆様に役に立つ動画公開していこうと思いますので是非サブスクライブよろしくお願いいたします。失礼いたします。